はい、皆さんこんにちは、ワナリグルビジです。では今回は信長じゃないですね、提督の決断法バープキット棒の岬沖海戦の続きやっていきましょう。もう艦隊かなり傷ついていてですね、残された艦艇その、9割を日本本土に集結させていますと。で、航空戦力もね、ほぼ全てを日本本土に集結させています。なんで、まあ、このままなんとかねしのいでいきましょうというところになります。連合軍艦隊南シナ海に進行。南シナ海にはこの一隻宝章しか残していないので、宝章で逃げ切り体制に入りましょう。では時間を進めましょう。もうここはねこの隅に隠れていることしかできないので、はい、なんとか南シナ海逃げ切りましたね。危なかった。もう一瞬にして大破したので危ないなと思ったんですが、なんとか逃げ切りましたね。さあ南シナ海、この空母一隻でなんとか逃げ切らなきゃいけないというのも本当に苦しいんですが、頑張っていきましょう。ドイツ軍の U ボートがマラッカ海峡に入っている方。できればね、鉄をなんとか送ってほしいんですけどね。なかなかそういう状態になっていっていないというのが実情ですね。ではまた時間を送りましょう。日本近海に来たか。ここはもう全艦隊投入というわけにいかないからな。まあ、ヤマーとあと第3艦隊、この2号艦隊を、まあ、出すしかないですね。あとはもう各々しっかり偵察機を出してくれと。いやーちょっと待ってくれ、第一飛行場が破壊されるの早すぎるよ。まともな反撃しないまま終わっちゃったじゃないか。まともに反撃しないまま第一飛行場が破壊された。苦しいな。すべての飛行場が破壊されたね。ヤマトが破壊されるわけにいかないからな。まあ飛行場は壊滅しましたからね、これで。いや本当に
棒の岬沖海戦の難易度上がってる。位置がバレたな。破壊された。もう航空機が、基地が破壊されて、空になっているので、いやー苦しいね。あとはやっぱり艦隊でもって、敵に抗う。そのためにもやっぱり今は建造中の高速艦隊、これがね、しっかりと編成できる数揃えなきゃいけないんですが、渦潮状態になってるね、この軽巡は。まあ、なんとか隠れ身の戦術で逃げ切りましたが、いやー苦しいなー。敵に撃沈艦がないもんね。ドイツはここ守りきれる。いやードイツも厳しいなー。まあ、ただ基地が健在なのは大きいよね。よし、鉄が今回ちょっとは入ってきたわけだな。第二艦隊が復活してくれている。第三艦隊と第二艦隊を、第一艦隊と第三艦隊合わせるでしょ。で、第二艦隊は航空機を補充できるなら補充しましょう。水星はない。流星もない。艦上攻撃、天山ならあるというわけだ。じゃあここは天山に全部変えて、代わりに流星を余らせる。でこっちに流星を増やす。爆撃機は烈風が2機。まあ烈風って本来戦闘機だからね、爆撃機じゃなくて。もう余ってるのがないからな。サイオン、偵察機サイオン。直縁がゼロっていうのがまた恐ろしいな。という感じですね。いやー、小笠原沖にいるさ、この敵の艦隊、やばくないですか？
第1、第5、第11、第2、第15と3個入ってるけど、これを撃退するのか。今建造中の艦はというと、特にないもんな。いや、我慢して時間を進めるしかない。鉄が1100でしょ。鉄が1100だと正直何もできないので、お金を使っていくぐらいしかないかな。物資援助は石油をどうせ艦隊動かせないので、いつも地理品だな。よし、高速巡洋艦一隻が加わってくれたね。お金が入ってきても鉄が入ってきてくんないとさ、厳しいんだよね。ただ虎の子の高速順々を入れていきましょう。まあ、ただヤマトと一緒にするとね、この高速従順の意味がないっていうのはあるんですが、よし、鉄が5000、今回は高速従順が作れるぞ。高速従順何隻目まで作ったっけな。同型艦が2隻ということは、これが高速巡洋艦の3隻目になるね。高速従順3までいるってことは4だな。46週間後、なんとか来たー。日本近海に来てしまった。ちょっと今回はしっかりやっていきます。第二艦隊の方は一旦お任せするしかない。了解。了解。ただ雨が降るまではちょっと待機だな。雨もしくは夜間。了解。うわ、もう発見されてるよ。敵に。逃げ切れるのか？ここにいる。そして敵の大爆撃。ちょっと待ってくれ、この数の爆撃が。できたばかりの高速従順もこの数相手だとなすすべがないんじゃないか。いや、ヤマト当たりすぎだろ、いくらなんでも。いや、ヤマトはもう撤退だ。ヤマトに沈まれると終わる。せめて敵の空母を仕留めてから。そう思いましたけど、もう無理だ。ヤマトは撤退。間に合ってくれ。あとは高速従順部隊。部隊といっても一隻だけだからね、高速従順は。ヤマト逃げ切ってくれよ。
早い早いよ早いよ早すぎる。離脱だ、空母艦隊は離脱。急いで離脱。ヤマトは離脱するとまずいことになるので停止、撤退中止してここで待機。さあなんとかなんとかしてくれ。日本軍機動部隊、これ最後の機動部隊ですからね。あ、敵の潜水艦部隊も迫ってるな。空母が沈められたね。葛城が沈められてますね。いやー、劉邦も撃沈、敵の潜水艦に魚雷を食らってますね。最後に爆撃機出してくれた、巡洋が意地の爆撃機を出してくれた。撤退します。だはたどり着けなかったね。敵の直縁の数も多く、まあ無念ですが。では最後にヤマト特攻しましょう。まあなんとか頑張ろうと、この棒の岬沖海戦は実はリベンジ案件で進めてきたんですが、リベンジならずという苦しい展開でしたね。まあ、反省点があるとすれば、あの、棒の岬沖海戦勝利した後の、戦い方。まあ、航空戦力もそうだし、貴重な、潜水艦部隊もそうなんですが、それをね、ちょっと無駄に、消耗させてしまったというのが、まあ、かなり大きな、要因なんじゃないかなと。いうふうには思っています。そこをもうちょっとね、うまく、やることができれば、あるいは、もうちょっと違う展開に持ち込めた部分もあったんじゃないかなと。ヤマトの夜間特攻、敵の空母一隻でも道連れにしていこう。了解。潜水艦かー、潜水艦に最後は仕留められた。
まあちょっと残念な形ですが、連合軍艦隊、まあ事実上壊滅したというところになります。というわけでね、今回は、まあ、ちょっと残念な形で、帝徳の決断法のプレイを終えるわけなんですが、またちょっとね、リベンジのリベンジ案件は必ずやっていきたいというふうに、まあ、ここに約束してですね、今回は帝徳の決断法パプキット、坊の岬沖海戦、逆転の太平洋、逆転ならずということで、終わりにしていきたいと思います。本当にアドバイスとかね、いただいた方本当にありがとうございました。リベンジのリベンジ必ずやっていきますんで、こうやったらどうかとか、ああやったらどうだとか、あれはまずかったねとか、そういったね、ご指摘とかいろいろ頂戴できれば嬉しいなというふうに思います。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。